提督たちには、副従人とは単従人より防御が高めで、攻撃力が低め。定型人は中途半端な補正の陣形、という印象があるだろう。今回は、そんなバランス型の陣形と思われがちな、二つの陣形について解説する。まずは、定型人。定型人は古代ギリシアの、重装歩兵の戦術として誕生したと言われている。先陣の隊列に戦力を集中させ、突破後の包囲によって、敵軍を撃破する陣形である。一方、海戦においての定型人は、その役割は違ってくる。定型人は、単従人と単応人の特性を持つ、中間的な陣形とも取れる。正面からは、単応人のように、被弾面積が小さく、敵火力の分散が狙える。側面は、単従人のように、最大火力の発揮が可能である。しかし、都合がいいことばかりではなく、艦隊機動において、各艦の連携が取れていない場合、衝突の危険性が高い陣形でもある。言い換えれば、連携さえ取れていれば、変幻自在の陣形となる。陣形機動では、逐次回答、一斉回答の2種類があり、短時間で陣形を変更できるのが、一斉回答である。定型陣から、全艦一斉回答によって、単従陣、単応陣となり、その役もしかり。臨機応変に、陣形を変えられる点は、先ほどの、重装歩兵の斜線陣よりも、眼光陣に近いと言えるだろう。単従陣と、単応陣に、臨機応変に陣形を変更できることから、定型陣は、警戒航行などの際に多用されていた。迅速な陣形変更が可能な定型陣は、臨時の定時戦法を展開するにも、都合のいい陣形である。実際に利用した例としては、ユトラント沖海戦で、ジェリコ大将のイギリス艦隊が、ドイツ艦隊に対して実行した、艦隊機動がある。単応陣で南下したイギリス艦隊は、全艦一斉回答で、単従陣に移行。定時有利の状況を作り出し、ドイツ艦隊に損害を与えた。その後、誤った情報などによって、ドイツ艦隊は再度イギリス艦隊に接近。イギリス艦隊は、単従陣から定型陣となって、ドイツ艦隊に対して、またも定時有利の状況を作り出した。水上艦による、砲雷戦闘においての定型陣は、有利な状況に持ち込むための陣形であり、戦闘において、活用する機会は限られる。一方で、潜水艦は正面に火力を発揮するため、事情が変わるのだが、今回は割愛する。続いて、副従陣を解説しよう。トラファルガー海戦の、ネルソンタッチで有名な陣形である。副従陣は、字のごとく、複数の単従陣で構成されているが、それは2列に限ったものではない。また、副従陣は攻略陣、戦車でいうところのスタガードの陣形も含まれるので、混乱状態でもない限り、同行戦において、友軍が邪魔になることはない。副従陣とは、左右両翼に対して火力を発揮する陣形であり、突破力に優れた陣形である。反面、隊列を維持しての機動が、非常に困難な陣形でもある。また、副従陣には、指揮系統によって2つのタイプが存在し、各重隊に指揮官が存在するものと、1つの指揮系統で統率されたものがある。日本海海戦で、バルチック艦隊が日本艦隊と接敵した時の副従陣は、各重隊に指揮官がいたケースで、統合ターンに対する反応が遅れた原因の一端でもある。トラファルガー海戦は、ネルソン提督率いる艦隊を二分したもので、一方をネルソン提督が、もう一方を、次席指揮官、コリングウッドが指揮した。事前に艦隊行動が明確化されていたことで、ネルソン提督が負傷、戦死しても、指揮が乱れることなく、戦闘に勝利している。20世紀は、砲の性能向上や、レーダーの登場によって、射程が大幅に伸び、突撃のリスクが増大。ミサイルが海戦の主役になると、
戦列陣形による蓬莱戦闘そのものが陳腐化した。しかし、現代でも、一部の有志海戦闘のプロや、海賊対策の船団護衛などでは、戦列陣形が利用されている。